前回は居飛車側の左利きについて話をしてきましたがその他にもですね居飛車側の囲いはいくつかありましてそのあたりちょっと紹介してみたいと思います。5三銀と上がるのが持久戦になりやすいという言い方をしましたがここからですね端歩をついて4二銀と上がる指し方はあります。でここからですね5五歩と。 これはあの5五の歩をつくのでまあ5五歩のあの五歩位取りなんて言ったりしますけれどもえ銀をこのようにこう上がってですねえ金を構えるといった指し方もあります。まあ、これも比較的こう持久戦のえ指し方ですけれどもえこれはあのどういった狙いがあるかと言いますとえまあ5五のここですね歩をまあついてえまあここの角の利きがここであの止まるんですけれども。 このようにですね歩を突いて歩、えー、を突いて金を上がったりしますねで、えーまあ、銀をこちらに上がったりすると、えーまあ、非常にこう中央が厚いんですねこの辺りにこう非常に、えーまあ、金銀3枚使ってますので厚みを築いて、まあ、相手陣を圧迫していこうといった、えー、意味があります例えばえー 試験飛車側がですねこのように、まああのえー、高みのに囲っていたりしますそうするとですねこれは、えー、場合によってはですね負をついて金を上がってでこう桂跳ねるような手があるんですねこれは、えー、どういう意味かと言いますと負、えー、をついて同歩同桂と同桂同銀同銀 で f を打って銀を引くということでまあ桂交換をしてえー、まあこの相手のですねこの攻め駒であるこの桂、まあ、を交換してまあ後々こうまあ橋攻めであったりですねここの端攻めであったりとかまあそういった攻めに使うという意味でまあそういったまあ少しずつですね、まあ、いきなりこう試験飛車側を崩していくっていうのは難しいんですけどもまあ少しずつこう厚みをですね築いてえー このようにですね、蛍光管の後、銀を上がって、まあ、どこかでもう一回歩を合わせていくとか、まあ、そういったこう少しずつ厚みでこう圧迫していく指し方っていうのが、まあ、この5筋の位取りの、えー、特徴となってます。あとは、えー、4二銀と上がった時ですねこうですね4二銀とこう上がった時に えー、その後ですね3三,三銀と上がって3五歩とつく指し方も、えー、ありますこれは、えー、玉頭位取りという言い方をしますこれはあの玉のこの頭であるここですね、はい、歩を歩で、えー、位を取るからですね、まあ、あの5五の地点に持ってきて位を取るので玉頭位取りという言い方をしますこれはあのこっからあのどのように組むかといいますと 銀を上がって、えー、歩を突いて金を上がって角を上がります。で王様を寄って金を上がります。これで一応囲いは完成なんですけれどもここからさらに2四歩2五歩とついて、えー、この相手の相手のですねここの。 玉頭にこうプレッシャーをかけていくんですね先ほどは、えー、5筋、えー、位取りですねは、えー、ここの歩を突いてこの中央に厚みを築いて、えーえー、身の囲い側を圧迫していくっていう話をしましたがこの玉頭位取りは、まあ、直接ですねここの位を取ることによって相手の玉頭にですねプレッシャーをかけていくという意味があります。 例えば、えーま、ちょっとあのこの辺から歩を2歩持ってきますけれども歩ああを2歩手に入れた時にはこのような手筋があります。2、えー、六歩同歩こうですね2五歩同歩で2、えー、六歩とこれがたらしの手筋ということで相手の、えー、この王様ですねの上ですね。 ここの地点にこう非常にこうプレッシャーをかけるということでこういった歩を垂らしておくと終盤戦において何かこう駒が手に入った時とかこうすぐにですねこの2 7の地点に強者でもまあまあ場合によっては桂でも銀でもはい金でもそういった手をえここの2 7の地点に放り込むことができましてえ相手陣にこう迫ることができるということでまあ玉頭くらい取りという。 いった戦法になりますこれはで玉頭位取りはですねこのように組むかあともう一つはですねちょっとこのこの形まで組むのには時間がかかりますので王様を3二に置いたまま組むような指し方も見られたりします。それは3四銀4四歩。 43金の後に42金と上がって、えー、まあこの33角22玉32金といったこういった手を省略してその分ちょっと攻めに使おうといったまあそういった意図があります、はい、まああの玉頭くらい取りですねというふうに言いますん、ね、で玉頭くらい取りは、えー このように組むと非常にこの銀が非常に大事なんですね。この銀が、えー、この風2枚ですね。この位を取ってる風2枚を守ってますのでこの銀が、えーえー、攻めの中心になることも非常に多いですね。あの先ほど言った次歩攻めであったり場合によってはここから攻めていくとった時にも、えー、銀が非常にあの相手の4段目にいて相手の王様に近いですので、えー、その3 4の銀を中心に攻めていくといった。 とも、えー、よくありますあとはですねそんなにあの多くは見られないんですけれども、えー、時給戦策としては、えー、まあ穴熊のようにですねこう角を上がって歩をついて、えー、金を上がって組んでですねでその後ですね、まあ、角を引いて。 まあ、歩をついたりしてですねで桂馬を跳ねて王様を引いて金を上がったりするまあこういった囲いも、えー、一時期よく見られましたこれは、まあ、統治家とか言ったりしますし、えー、まあ、まあ、プロの間で2000年ぐらいから刺されたのでなんかミレニアム囲いなんて言われたりもしますけれども、えー、これはあのなぜこういった囲いが出てきたかと言いますと、えー もともとはこう穴熊にですねあのこのようにこうあの組みに行こうとし,たあのしていたんですけれども、まあ、これはあの対、まあ、ちょっと難しい話になるんですけれども対藤井システム用の、えー、形としてまあ発展したんですね、えーまあ、ちょっとだけ藤井システムの触りを述べますと、まあ、このような形で藤井システムというのは相手に穴熊を組ませないように、えー、この威力のまま戦うんですね あの先ほどは王様がここにいましたのでその分1手2手3手というふうにかかってたんですけれどもこの3手を省略してもう攻めの攻撃陣を作って穴熊に組ませないようにしようというそういった戦い方なんですね。でどのように指すかと言いますと強者を上がった時にもう桂馬を跳ねて角がどっか逃げた時に4五歩とあの左身の。 の時にこういいったた攻め方があると言いましたけれども、えー、王様がですねこの2 2の地点ですねあのに入った時に、えー、と居飛車側は、えー、注意が必要でして、まあ、逆に振り飛車側はそこを狙うっていうこともできるんですけれどもこの角のラインに入ってますので2 2に王様がいる時はなので、えー、このように桂馬を跳ねて この3三にいる角をずらして4五の地点を攻めると相手としては非常に同歩と取ることはできませんので王様を取られてしまいますのでちょっとこう嫌な攻めになるんですね。取って取って、えー、歩を打たれると、まあ、嫌だということでまあちょっとあの非常にあの簡単に述べますとまあ藤井システムのコンセプトはこういうところにあったんですけれども、えー、まあそれに対してですね、えーまあ、角を引いて桂を跳ねればあの 相手の角道のラインにこう王様を入れずに済むということで、そういった意味でまあこういった囲いが出てきました。まあ,あの対藤井システム専用というわけではないので、あのまあ他の、えー、まあ、あの違った,た戦いにも使えることはあると思いますがで、この後ですねえ。21。4から32。1で7。三角7のとこを構えてで場合によっては、えー、こうですね。22銀と上がりまして。 この銀をこう引きき付けていきますこれは、えー、前回の動画で、えー、あ前々回ですかねあの、えー、松尾ナ穴熊というような、えー、言い方をこうしたんですけど、まあ、それに非常にこう松尾ナ穴熊というのはこういった囲い,いですねに、えー、非常にこう近い、まあ、そういった組み方になってます。これも、えー、金銀4枚で、えー、守ってますので、まあ、非常に硬い囲い,いですね。 ただ穴熊に比べ,てる比べるとこの毛ですね守りの毛を跳ねてしまっているのでこの毛はまあ攻撃的にはこう使えたりもするんですけれども守りとしてはちょっとあの弱くなっているといったそういった、えー、印象があります。はいえー、これはあのミレニアム学位なんて言ったりしますね、まあ、これはそんなに実戦では見ないのではないかなと思うんですけども、まあ、もしかしたらアマチュアの方でよく使われている方もいるかもしれません。 あとはですねまあ9 0策ではあるんですけれどもえまあ5 3銀からこう9 0に行く差し方があるというあの右ですね上がって9 0に行く差し方があるというふうに言いましたがえこ,うこうですねそれでえこの歩を使ってまあこの地点を攻めるとしたがこの時にまあ金をですねこうあらかじめ寄っておいてえまあ金をですねまあこうちょっと引き締めるような感じでまあ あのえー、戦いいに行くとっったた、まあ、そう方もありますこれはもう非常にこうあの手数もかからずすぐ組むことができますのであの船学いから金を寄っただけですので,でこれはなんあの箱入り娘とか言われたりもしますが、まあ、以前はそんなに正式名称などはなかったと思うんですけれども、まあ、最近はそんなような、えー、呼ばれ方をしてるみたいですね。 まあこれは非常に守りに時間をかけずに、えーまあ、あの鮮明に使うというところですねこのように、はい、この辺りが、まあえー、とバーと、えーえー、後手の,あの居飛車側の加工について話してきましたが、まあ、この辺りが一通りの、えー、バリエーションになるかなというふうに思います、えー、ちょっとまとめますと穴熊、えー、ですね穴熊 左ミノ左には23玉と囲う指し方と22玉と囲う指し方があってそこから左ミノから銀冠高みの銀冠と組む指し方もありました左ミノの中には銀をですね右に使うか左に使うかで持久戦模様か急戦模様かが分かれていくといった話もしましたそれで今回は 五筋い取りですねこのように5筋位取りをして、まあ、厚みを築いていくといった、はいこ,うですね、こういった指し方もえありますしあとはこうです、ね、ここから、まあ、銀を上がってえ組みに行くえ玉頭位取りといった指し方もえあります。 で、先ほど述べましたようにミレニアム囲いですかと呼ばれるこういった囲い方もたまに見られます。で、このまま戦うか、あるいは場合によってはこのように戦うかですね。で、今言いました箱入り娘と呼ばれる囲いは、 あまり囲いには時間をかけずに右銀を使ってどんどんこう急戦調で攻めていこうといったそういった意味があります。